JR 各社は今日、ダイヤの改正を行いました。新型コロナウイルスの影響で深夜の乗客が減ったため、今夜から最終電車の発車時刻が早まります。JR 東日本は首都圏の18の路線で、平日の終電を5分から35分ほど早めます。JR 西日本は近畿エリア12路線で10分から30分ほど、JR 九州は博多駅などで10分から25分ほど繰り上げます。JR 四国も大半の路線で最終電車を早めます。各社ともテレワークの浸透や旅行の自粛など影響を受け、大幅な赤字となる見通しで、保守作業の時間を拡大し効率化を進め、コスト削減につなげたい考えです。